皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。みんな大好き三峡ダム、このチャンネルでは中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。5月16日、地上波では全く伝えられない中国三峡ダムの現況です。超高水位委員会によると、今朝8時の時点で水位は154メートル67、おとといと比べると80センチほどの下げとなっており、ついに155メートルを切りました。ダムの貯水側から見ると水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の昼3時の時点、上流の観測所の流入は毎秒8970立方メートルで、三峡ダムは毎秒12000立方メートル。単純計算ですが、ダムの直近と南側の川で増水した分の合計は毎秒3030立方メートル。おとといと比べ、上流の観測所はプラスの600、三峡ダムはプラスの900で少し増えています。一方、今朝8時の放流量は毎秒1万7800立方メートル。57% 程度の発電状況で、18基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと思われます。14日と比べるとプラス1200ですから、さらに加速しています。中国の湖南省水文局発表の三峡ダムに関する情報を確認します。黒のラインの放流量はいつも通り多めの量で維持。ダムに入ってくる水の量については若干増えているものの、現状放流量が大きく上回っているため、ダムの水位は低下トレンドのまま。洪水シーズン突入まであと1ヶ月を切りました。西安チャンネル。久しぶりに衛星画像でダムの状況を確認してみます。5月14日の様子で枠のところを拡大したのがこちらです。白い泡のようなものが見られ、これが冒頭ご紹介した水力発電所からの放流の痕跡です。先ほどは18基前後のタービンが稼働とお伝えしましたが、実際のところそれぞれの出力は少なめで、より多くの水車が回っているのかもしれません。ちなみに大洪水が連発した2020年8月の様子はこちら。水の色が全く違い、中央の洪水調節用ゲートからの放流が確認できます。さらに9月になると、上流からはゴミが大量に流れてきて、貯水側に溜まっている様子も見られます。中央のゲートは、翌年一度だけ開きましたが、2022年、そして2023年と、一度も開くことはありませんでした。さて今年は、3年ぶりの御開帳となるのでしょうか。ウィンディで12時間の実績を見てみます。こちらは今朝9時までの状況。超高流域、特に上流では雨雲らしきものはほとんど見られません。この様子だと上流のダム群で放流を増やさない限り、三峡ダムへの流入はそれほど期待できないでしょう。このため水位はますます下がるかもしれないですね。こちらはダム周辺の月別年間降水量です。去年の実績と今年の4月までの分を乗せるとこうなります。そして5月15日時点で累積雨量は23ミリほど。単純2倍にすると例年の半分にも届きません。長江上流では春先から水不足が予想されていましたが、今のデータを見る限り現実味を帯びてきました。次に今後の予想を見てみましょう。ご覧の通り、長江上流、重慶あたりに雨雲が広がるものの、それほど多くはなさそうです。今日の三峡ダムの天気は、最高気温が31度、最低気温が15度で、晴れの予報です。日本でも高温となっていますが、ダム周辺では、気温が高い日が続いているようです。一方で、中国の南部地域の広い範囲でまた、まとまった降水になる予想となっています。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。中国でスパイ容疑の元北海道教育大教授、懲役6年の実刑判決、NHK ニュースウェブが伝えています。記事によると、5年前、中国に一時帰国中にスパイ容疑で拘束され、起訴されていた北海道教育大学の元教授が、今年1月に現地の裁判所から懲役6年の実刑判決を言い渡されていたことが、関係者への取材で分かったそうです。元教授の支援団体は、冤罪だとして釈放を訴えています。
5年前の2019年5月、北海道教育大学の教授を務めていた中国人の袁国権さんは、一時帰国した中国で拘束され、長期にわたり日本の情報機関の求めでスパイ活動をしていたとして起訴されました。袁さんはこれを不服として上訴する意向だということですが、判決の詳しい内容などは分かっていません。以上、中国でスパイ容疑の元北海道教育大教授、懲役6年の実刑判決についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。久しぶりに母国に戻ったと思ったら、実刑を食らってそのまま刑務所行きとは恐ろしい話。帰国するや連絡が取れなくなり、実は裁判になっていましたとは、ほんと信じられないですね。この教授だけでなく、去年は神戸学院大学の教授も同様に、連絡が取れなくなったという事案もあり、あちらはスパイ狩りに必死でやっている模様。裁判と言いつつ、日本とはまるで違う世界。知らないうちにことが進み、後になってから刑について、周りが知るという閉鎖的な社会。こんなところには、おちおち観光やビジネスで行けないですよね。ますます、日本を含めて、欧米系の人間は、近寄らなくなるでしょう。やはり、あちらには関わらないことが一番のようです。最近は、現地滞在の YouTuber が、顔出しで、街の様子を発信している動画をよく見かけますが、個人的には危ないと思っています。日本の気象状況について確認します。今朝9時までのレーダーの実績。ところどころで雨雲が見られ、南から風が流れているように見えます。ニュースを見ていると、今日の東京の最高気温の予想は26度、新潟は29度となっており、気温が上がるようです。ただ、天気はすっきりしないところが多いようです。中国では今、太陽光発電や風力発電など、自然エネルギーによる発電設備をどんどん増やしていると宣伝しており、あちらのメディアの記事には、ことあるごとに、次のような文言がねじ込まれています。何々発電所の発電量は、累計、ちょめちょめ億キロワット時を突破し、二酸化炭素排出量、丸々億トン以上を削減し、グリーン発展に強い原動力をつぎ込みました、といった文章です。とにかく、一つの文章が長すぎる。これに似たフレーズがあらゆる記事の中で、ふんだんに盛り込まれており、読者にすり込んでいく工作活動。ところが現実はそれほど甘くありません。ロイターの報道によると、今年の1月から2月の石炭輸入は、前年同期比 23% 増だったそうで、1月から2月としては、過去最高を記録。なぜそんなに石炭輸入が増えたのかというと、今年の初め、中国を襲った寒波が主な原因なんだとか。本来、電力事業がバランスよく整備されていれば、そんなことにはならないはずですが、現実はそうはなっていません。太陽光や風力は自然に左右され、しかも、微調整というのが効かないので、今のところ、安定供給には火力発電が一番いいようです。別の記事によると、内陸部の雲南省では、太陽光や風力発電設備が過剰なほど整備されたのに、火力発電のシェアが極端に少なくなったため、需給のバランスが崩れ、電力不足に陥っているという状況。EV 車は環境に優しいとまことしやかに言われますが、実のところ、その電気は石炭で作ってますなんて、笑えない話です。三峡ダムのまとめ動画をアップしています。たまに話題になるけど、三峡ダムって何？一体何が危険なの？など、初見の方にもわかりやすい内容となっています。概要欄にリンクを載せていますので、ぜひ一度ご覧ください。ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああもう一つやなぁと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。